皆さんこんにちは。今回は異性これだけで冷めたのトピのまとめです。あんなに好きだったのに一瞬で冷めてしまったなんて経験はないでしょうか。ガルミンたちはどんな理由があったのでしょうか。歌の歌詞なんてどうでもいいと言われた時、これだけで合わないと思ってしまいました。道に唾吐きやがった。口がくさい。これはかなりの重要度だと思う。いくら好みの顔で性格めちゃくちゃ良くても、もう異性としては好きになれない。体調とかもあるけど、あとびくさいやつは無理だな。相性の問題だと思うけど、キスして初めて臭いと思っちゃった。話してる分には気づかない。永瀬廉君にイケメンでモテてたけど、ごめん、もう会えないって伝えました。鼻毛が出てた。結構マイナスついてるけど、みんな大丈夫なの？この前期になってる人がマスク取ったら、両方の鼻から出ててドン引き W。 それ以来連絡してないわ。身だしなみちゃんとしてほしい。そちん。巨人なら冷めるというより引く感じか。小シャツ止めで、まあまあイケメンの台湾の人、クソそちんだった。あまりに細くて、ゴムが脱げた。タバコを吸い出した。友達なら許せるが彼氏なら無理。別に吸う人でもいいんだけど、断りもなく突然吸い出す人とかマナー悪い人は無理だわ。あとタバコ吸っていい？って聞いてはくれるものの、もう手にタバコ持ってて吸う気満々な人も無理だわ。私普通に吸わないでくださいって言うんだけどね。下のことを下びらって言われて、あまりの生々しい響きに冷めた。方言らしいよ。下べろっていう地域もあるらしい。宗教の話してきた。確実に一発アウト。千年の恋も一気に冷めるというやつだね。仕事で悩んでて話したら、南妙法蓮華経って知ってる？って言われて冷めた。そうかだった。部屋に遊びに行ってお手洗いを借りたら、ウコバ便器にべったりついていた。絶対無理って思った。うわ、これはなえるよね。無理無理無理。一緒に暮らしたらあなたが彼のうんこ掃除させられるところだったよ。恋人に限らず、人が来る前に掃除を気をつけておく場所ナンバーワンだよ。トイレは。私なんて貸した我が家のトイレでやられて信じられなかった。どういう育ちしてんの？で速攻で冷めた。店員さんに横柄な態度。これは冷める。好意のが本性だよね。 GU をグーと呼んだ。これぞ理不尽さめ。かわいいじゃん。 AU を、あう、と呼んだ人もいる。わろた。 Wi-Fi のこと、ドヤ顔でウィーフィーって呼んでた男いたな。わら。道にゴミを捨てた。もうそれだけで人間性がわかる。小指の爪だけ伸ばす。爪で言えば、伸ばしててさらに爪の間にゴミとか詰まってるときつい。あれ何なんだろうね。鼻ほじるため、耳カストルの不潔だし引くよね。この出かけツコミでムカつくわ。これやるにん、100% 気遣いできないドアを、と、ボーン立てて閉めたり。電車のドアの真ん前にぼーっと立って、乗り降りする人の邪魔したり、とにかくなんだこいつ？な行動が多い。私の妹、この持ち方してる人の傘に目が当たって失明した。イケメンだったのに、食べ方やばすぎ汚くて、無理すぎた。食べ方汚いのは引くよね。くちゃくちゃズルズルだけでも引いてたのに。最後に勝手に私の皿に残ったソースに手を伸ばしてきてパンで拭って食べた瞬間に恐怖を感じた。私はお茶碗の端に指を引っ掛けて持つ人が無理。20年前ぐらいからちらほら見かけるようになったイメージなんだけど、家でお茶碗の持ち方を習わないのかなって思う。お箸の持ち方もしかり。嘘つきだと判明。ダメ、絶対。仕事で評価されたのが嬉しくて話してたら、そんなことよりさ、と話題を変えられた。モラハラかも。
別れて大正解、モラハラ DV 予備軍でしかない。期限切れのクーポン券をダメ元で出してた。恥ずかしかった。消防署、消防署って呼んだ。思ってた以上におバカだった。夜な夜な鼻クソ食べてた。くちゃら、くちゃらーだけは無理。学会員だった。ラガーマン体型の彼氏が街の中で自分の父親の姿に見えた時、話してる時に唾が飛び出て拭ったから一気に冷めて今は憎いくらい嫌い。教えていないのに最寄り駅で待ち伏せされた。自分の母親をママ呼び、電車にこれでも買ってぐらいまた開いて座ってたこと。人んちで立ち小便、便座上がっててビビった。兄弟が東大出身とか、友達が芸能人の〇〇と仲がいいとか、自分以外の人の自慢話ばかりしてくる人がいて冷めたことがある。わかる。親の友達がヘリ持ってるとか、友達の家がオークションとか、あなた関係ないじゃん。笑い声が甲高い。映画館で目立って恥ずかしかった。デンマモチーフのキャラクターが振動してるスタンプを送られた。ノーマルなやりとりで、接客業なんだけどお客様相手にちんたら対応してるの見るたび毎回それで冷めた。運転がど下手。車酔いして二度と会わなかった。走り方がおねえみたいだった。スーツではかっこよかったのに私服がダサかった。マイナス覚悟ですが、付き合って初めて夜いたすってなった時、行く時の顔が必死すぎて終わって聞いて冷めてしまった。一時は本当に別れようか悩んだけど、それ以外は欠点見当たらなくて、人柄もいいし私のこと大事にしてくれるから別れなかったから、今も続いてるけど、未だに行く時の必死な顔見て最初はこれに引いたなと懐かしく思ってます。今はその顔も可愛いなと思え、ないこともない、かな。必死の形相、いいんじゃない。これからも仲良く、お幸せにね。しっかりしている女性は無理、甘えたり頼ったりしてくる方が良い、と言っているのを聞いたとき。気が短いのが分かった瞬間。気が短いやつは、男女関係なくモラハラか DV をする。3点4人くらいで徒歩移動するとき、後ろにみんながついてきてるかとか、一切確認せず、一人だけ無言で、スタスタ目的地に歩いて行った。何度もやった。先に行ってる。とかも言えない人。トイレ行って手を洗わない人。私もこれ本当に無理だけど、手洗わない人結構多いよ。むしろちゃんと石鹸で洗ってる男とかマジで、少ないと思う。貧乏ゆすり、本当に無理。私服が手の施しようがないくらいダサかった。しかも服に興味ないんじゃなくて、ポリシーある系のダサさ。無頓着なら改造できるけど、ポリシーある系だとダメよね。わかる。V 系大好きでチョーカーや鎖じゃらじゃらつけるが、髪の毛やメイクはしない。体型管理もしないから、めっちゃ浮いてるけど譲らない人いた。一緒にいるときは恥ずかしかった。やたらと家の場所を知りたがったり家に来たがる上に、俺が仕事辞めて住む家がなくなったらどうすると言ってきたり、実家住みやすく早く家を出たいんだよねと言ってくるので転がり込んでくるつもりかよと思って冷めた。私が甘い言葉をささやくと白目になること、告白されて OK した時も白目向いてビビったけど、その後も好きと言ったり大胆に甘えると白目向く。面白い通り越して気持ち悪くなってきた。その白目を向く彼は癖なの、それとも毛狙いにしては空気も読めないし、全く面白くないから違うか。もう好きって言っちゃダメ。わらカチンカス。覚えたてのダンスを狭い室内で本気で披露してくれた時、これから付き合いそうっていう段階でアポなしで会社帰りに会社最寄りの駅で待ち伏せされてキモかった。しかも友達も一緒で予定があるから急に来られても困ると断ったら、友達にせっかくこいつが来てやったのにその態度は何なの、予定なんかキャンセルしろよとキレられて、さらにドン引きした。彼氏の俺のイントネーションが俺をどこの田舎者だよって感じで冷めたし、
別れた。お礼の言い方ね。そのイントネーションは男子小学生のイメージしかないけど、大人でもいるんだね。付き合った直後にお前と呼ばれた。お前以外にあんた、てめえ、あなた、もむり、君だけは平気だけど、初めてイチャイチャした時、いやんって言われて、なんだこいつ女かよってすって冷めた。おかま、他にも仕草とかちょこちょこ少なからずおかま要素あった。ちなみにその元彼は今はバツ2で3回目の結婚してるから、女が好きではあるみたいだけど。今電車の中なんだけど笑っちゃったわよ。何々っす、何々っすよね、この話し方大嫌い。私服が釣りに行くおじさんのベスト着てきた。ベージュ、ヨレヨレ血の感。スニーカーは白の汚れたダンロップ。白の靴下、髪型、メガネ関わりなし。お母さんが買ってきたものだとしても、もう少しどうにかならんか。旦那と付き合ってる時に車で赤信号を止まってて、おじいさんが渡ってたんだけど、途中で車側が青信号になった。そしたら旦那が、ちっ、早く行けよって言ったんだよね。その時ずっと介護の仕事してて、歩きたくても早く歩けない人に対してそんな暴言を吐く人といれないって、その場で車降りた。必死に謝ってきて、二度と言わないと約束したから許したけど、幻滅したね。でもそれからそんなこと一切言わなくなった。で、結婚したんだ。冷めてないじゃん、笑い。私の誕生日は夜勤が入ってると言われたから、気を使って別に誕生日なんて気にしなくていいよと言って断ったら、浮気してるのかと疑われた時、理不尽すぎてざめた。誰もが知ってる大企業に勤めてると言ってたけど、実は全然違う企業のグループ会社で、名も知られていない中小企業だった。中小企業でも恥ずべきことじゃないのに、嘘ついて見え張るところが気持ち悪かった。まだ付き合ったばかりなのに、ガルコのお子早く見たいなって言われた時、もう無理だった。セクハラじゃん、警察に通報しなよ。キモすぎて優勝。どうして心の中で思うだけじゃ済まないんだろう。言われて恥ずかしい。私もガル男くんのイカカツさん言って返してくれるとでも思ってんのかな。湧いてるな。私の家に来た時、みんなでなめた、開けないでって言った引き出しを何度も開けようとしたこと、本当に嫌いになった。食事マナーが悲惨。初めての食事でくちゃら、早食い、犬食い、箸を使わずに手で食べ出したのを見て、こっちが吐き気がしたよ。めっちゃ昔、彼氏の家でケンタッキー食べた時に、お母さんが私のも含め、みんなの骨をかき集めて、出し取ってて、明日鶏スープ食べれるから泊まってきなよ、って言った、もうすべてにドン引き。最低限人様に対して、衛生管理できない人は人格に問題あると思う。考えたらわかるよねって感じよね。ケンタッキーとか唾液あるのに。花粉症のくせにティッシュを持ち歩いてなかったらしく、歩道に鼻水をふん。手下地、しかもハンカチ持ってるか聞かれて貸したら、それで鼻かみやがった。お気に入りのハンカチだったけど捨てたわ。一緒に電車に乗って座ろうとしてた親子がいたけど、我先にと急いで奪うように座席に座った時は、なんか冷めた。タイプだってから我慢してたけど、どうしても引き笑いが無理だった。明石家さんまみたいなひゃーっていうの、周りが振り返るくらい、どうしても受け付けなくて冷めた。家に遊びに来た時に、俺をもてなせと言われた。そのままお帰りいただきました。そんなこと言うやつが素直に帰ってくれたの？その日は私の誕生日だった。そんな日にもてなせなんて言葉が出るなんておかしいと伝えたら、じゃあ帰ると言われたから、わかりましたと帰るのを促した。私が謝って止めると思ったから言ったと言われたけど、自分から帰ると言ったんだから帰ってくださいと容赦なく玄関を閉めました。初回のご飯の時、今回はおごるけど次回からは割り勘でって言われて以来さよならしました。ケソが臭い。その上風呂ばかり要求してくる。臭くて無理。赤ちゃん言葉を使うこと、ただでさえキモいのに、ガルコちゃんのおっぱい飲みたい。
デレンコされた、もう別れようかと考えてます。赤ちゃん言葉可愛いと思ってんのかな。私は虫唾が走るほど嫌いな、んだよね。今の彼氏も赤ちゃん言葉使い出して、その瞬間真顔で、ごめん、赤ちゃん言葉気持ち悪い。二度と赤ちゃん言葉使ってくるのやめて。って言ったよ。元カノとは赤ちゃん言葉嫌ってたらしいけど、私は無理なの。だってあなた赤ちゃんじゃないもの。一回終わってまったりしてた時に、何気なくちょっとチューしたら、クソドヤ顔で、また欲しくなっちゃったんだろう、と言われた時。酒癖の悪さ。普段すごく良い人なのに、席で酔って上司をちょい撫でしてたのを見てドン引きしました。20年も前に遠距離恋愛してた時、迷子の犬を保護したことがあって、首輪に飼い主さんの情報があったので無事に連絡ついて引き渡すことができたんだけど、車の通りが激しい大きな道路沿いの保護だったので、本当に感謝されて、私もすごく嬉しくて、その出来事を夜に電話で話したの。私の家も彼の家も犬を飼っていたし、よかったって共感してもらえると思ったら、そんな話いらないって言われた。一気に冷めてしまって、それが理由で別れた。何万もかけて新幹線って言ってたのがバカらしい。マウント取ってくる。〇〇に旅行で行ったことあるんだって話したら、俺はもっとすごいとこ行ったことあるけど、みたいに言ってきて、自分が上じゃないと気が済まないみたい。浮気相手に送るはずのクリスマスプレゼントを奥さんに奮発しちゃったな、と私にくれたこと。4どころか、マイナス30くらい冷めて離婚した。肉が苦手でカレーにちくわ入れるって言ったら、貧乏人みたいって言われて冷めた。ただ素直な感想が口から出ただけだと思うけど、もう少し言い方ってものがあるよね。デートの時に人身事故で電車が遅れて遅刻したら、昼ご飯おごってと言われた。逆に腹が立っておごらなかった。向こうが寝坊で遅刻した時は謝らずに、なぜか逆ギレされた。速攻別れた。障害者の真似した瞬間冷めた。顔もまあまあで、会ってる時は全く普通の人なのに、 LINE だけがもう絶対無理だった。夜中に寂しいになっちゃったなの。できた時は本当にきしょかった。8歳上だった元彼に7万のライターねだられた。当時19歳だったからすぐに冷めた。それならばと8万の財布をねだったら渋られたので、未練など全くないまま別れた。デートの度に1円単位まできっちり割り勘。初めてした時にオーダーのピチピチしたブリーフだった。一応押しといたけど、ブリーフで冷めちゃって何しても気持ちよくないし、帰り道はいきなり俺の女扱いしてきたから大急ぎで別れた。ピチピチのブリーフは無理。いかがでしたか？どうして振られたのかわからないという男性陣にも見てほしいトピですね。こちらのチャンネルはガールズチャンネルのまとめを配信していきます。よろしければチャンネル登録をお願いします。では、次回をお楽しみに。